先ほど言いましたが、私キャラガールとして活動しているので、キャラクターさんがいないと困っちゃうんですね。ちょっと呼んじゃおうかな。飯山みつるさん、42歳おいでー。はい、皆さん、あの、もっと元気よく来ようかね。はい、やっぱ40にもなるとちょっとね。あ、大丈夫大丈夫、はい、はい、大丈夫大丈夫かな。はい、皆さんこんにちは、飯山みつるさん42歳です。で、ここまでがフルネームというね。はい、今日は、千葉県の船橋からやってきてくれました。ではでは、みつるさんのこと見たことあるよって方いますか。ちょっとみつるさん、誰もいないよね。ではでは、今日は皆さんみつるさんのことを覚えて帰ってほしいので、今から飯山みつる42歳クイズ始めます。イエーイ、ありがとうございます。はい、ではでは第1問、飯山みつるさん42歳は、今年で何歳になるでしょうか。あれ、簡単すぎたかな。今年で何歳になるのかな。じゃあちょっとみつるさん当てて当てて、誰か。あ、では師匠、はい、何歳になると思いますか。多分、はい、42歳。お、みつるさん正解は丸丸大丈夫かな。はい、で、永遠の42歳なので、え、今年も来年も再来年も明後日もし明後日も42歳ですね。はい、大丈夫かな。はい、ということで、じゃあ第2問いってみましょう。じゃじゃん、飯山みつるさんはですね、化け猫ちゃんなんですが、何の動物がモチーフになっているでしょうか。はい、きますよ。1番猫、1番猫ね、にゃんにゃんってやったね。2番タヌキ、ごめんごめん、答えバレちゃうよ。3番ド変態、ごめんなさい、待って待って、拳銃向けられてますが。はい、ではではみつるさん当ててください。チャキン、あれ、ビータローさんかな。いや、でもビータローさんじゃないよね。ちょっと当てちゃいましょう。ド変態。はい、大正解です、おめでとうございます。ごめん、ちなみに全部正解じゃないんだよね。はい、みつるさんね、化け猫ちゃんなので一番の猫ちゃんなんです。でもね、ちょっと変わった格好してるから。なになになに、にゃんにゃん、化け猫にゃん、なんか可愛いことやってますがね、皆さんシャッターチャンスだと思うので撮ってあげてくださいね。あと、私ね、この飯山みつるさんに打たれるときっと幸せになると思うので、最後に乱れ打ちして帰ってください。バン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 バーン。はい、皆さんね、もう明日から青信号ばっかですよ。ではでは、以上、キャラガールゆっ